UEFA チャンピオンズリーグ2007から08決勝は2008年5月21日にロシアモスクワにあるルジニキスタジアムで開催されイングランドのマンチェスターユナイテッドと同じくイングランドのチェルシーが対戦したイングランドのクラブ同士でのチャンピオンズリーグ決勝戦は史上初である試合はマンチェスターユナイテッドが PK 戦の末勝利し 通算3度目の優勝となった。2度の優勝経験があるマンチェスターユナイテッドは1999年以来の9年ぶりの決勝であり、チェルシーはクラブ史上初のチャンピオンズリーグ決勝となった。マンチェスターユナイテッドは無敗で決勝まで勝ち上がった。一方のチェルシーはシーズン当初にジョゼモーリーニョ監督が解任され、チーム状態が崩壊寸前であったが、 後を受け継いだ新監督アブラム・グラントの下で選手たちが一つとなり2005年と2007年に準決勝で敗れた因縁の相手リバプールを準決勝で延長戦の末に破っての決勝進出だった試合はモスクワ夏時間で夜11時という非常に遅い時刻に始まり試合中に翌日の22日を迎えた 大会得点王となったクリスティアーノ・ロナウドのゴールでマンチェスター・ユナイテッドが前半26分に先制し前半終了前にフランク・ランパードのゴールでチェルシーが追いついたその後は一進一退の攻防を繰り広げながら延長戦に突入延長戦もゴールが生まれず PK 戦に突入したまた延長戦の終了前に チェルシーのリディエドログバがネマニアビリッチの方を叩き退場となっている。雨降りしきる中行われた PK 戦は先行のマンチェスターユナイテッドの3人目のキッカーであるクリスティアーノ・ロナウドがチェルシーの GK ペトルチェフに止められ失敗。後攻のチェルシーがリードし、これを決めれば優勝という場面で5人目のジョン・テリーに回ったが、ボールを蹴る寸前に。 雨で濡れたピッチで軸足を滑らせてしまい、ポストに弾かれて失敗。その後は6人目は共に決めたものの、チェルシーの7人目ニコラ・アネルカが、マンチェスター・ユナイテッドの GK へとビンファン、デルサールに止められ、マンチェスター・ユナイテッドの優勝が決まった。試合終了後、PK を失敗したクリスティアーノ・ロナウドはピッチに、うつ伏せになったまま涙し、ジョン・テリーも、 監督やチームメイトに抱かれながら涙した。マンチェスターユナイテッド V チェルシー。ありがとうございます。